天秤を持つ女は、オランダ黄金時代の画家ヨハネス・フェールメールが1662年から1663年頃に描いた絵画。キャンバスに油彩で描かれた作品で、ワシントン DC のナショナルギャラリー・オブ・アートが所蔵している。この作品は、金をはかる女と呼ばれていたこともあったが、詳細な調査の結果、女性が持つ天秤には何も載せられていないことが分かった。 この作品が持つとされる主題や偶印には様々な説があり、女性が象徴しているものも、生成と世俗性の二説に大きく分かれている。天秤を持つ女には、真珠の首飾りや金細工がこぼれ出している。宝石箱が置かれたテーブルを前にして、空の天秤を持って立つ若い女性を描かれている。前景左側には鏡、その下の寄せられた青い布、そして画面左上には、 金色のカーテンに隠れた明かりをもたらす窓が表現されている。背景の壁には高い位置で両手を広げるキリストを描いた最後の審判の絵画が掛けられている。描かれている女性はフェルメールの妻、カタリーナをモデルとしているとされる。ロベルト・ウェルタの著作、フェルメールとプラトン、絵画のイデアによると描かれているモチーフは様々な 聖なる真理あるいは神の裁きとしてのバニタスであり、宗教的救済と並行で、内政的な暮らしをもたらすものであるとしている。また、計りを持つ女性は、自身の価値を測っているとする説や、マタイによる、福音書13時45分 -46 の、高価な真珠の例え話から、自身とキリストの振る舞いを比べようとしているという説も、ある。ジョン・マイケル・モンティアスらのように、 この女性は胎児の魂を図る象徴であり、聖母マリアを意味すると主張する美術師やもいる。さらに、この女性は自身の人間性を図っており、最後の審判と並べることによって、女性は現世の財宝よりも天界の宝物を重要視すべきであることを示唆しているという説を唱える研究者もいる。この観点からすると、壁に掛けられた鏡は、 女性が欲しがるものは、虚しいバニタスに過ぎないという考えの裏付けとなるかもしれない。天秤を持つ女は1662年から1663年頃に描かれた。金をはかる女と呼ばれていたこともあったが、顕微鏡を用いた詳細な調査の結果、女性が持つ天秤には何も載せられていないことが分かった。天秤を持つ女は、 フェルメール最大のパトロンだったピーテル・クラース・ゾーン・ファン・ライフェンが所有していた絵画コレクションの一つで、ファン・ライフェンの死後に、女性、ヤコブ・ディシウスがこのコレクションを受け継いだ。ディシウスは1695年に死去し、1696年にアムステルダムで開催された遺品売却のオークションで、天秤を持つ女を含む大規模なフェルメールの絵画コレクションが出品されている。この 天秤を持つ女は155ギルダーの値で売却された。この時のオークションで他のフェルメールの作品についた価格としては眠る女が62ギルダー、主観と笑う娘が44ギルダーほどであり、牛乳を注ぐ女は天秤を持つ女よりも高価な177ギルダーだった。ありがとうございます。